はい、こんにちは、ゼロです、今回もですね、ニコンさんに、要望というかね、こういうことできるようにしてほしいなっていうところで一つ話をしたいんですね。それは何かというとですね、もう結論が言うんですけど、サブコマンドダイヤルね。はい。これ、Z7 ですけど、Z7 のサブコマンドダイヤル、こっち側で、露出の、調整ですね、これをできるようにしてほしいなというのが、一つ要望としてありましてですね、その話をちょっとしてみようかなと思います。で、実際ですね、露出の調整をしようと思うと、普通の、標準のやり方でいけばですね、ここのね、露出補正ボタンをポチッと押して、こっちのメインのコマンドダイヤルを回すというやり方ですね。なので、押してこっち回すってやり方ですよね。で、これはですね、一応押しっぱなし、にも一応できるんですね、これ。押した状態を保持して回すって、で、その状態が保持されるってやり方もできるんですよね。これは中の設定でできるんですけど、これをやってもですね、シャッター半押しすると、これ解除されちゃうんですね。なので、シャッター、切るたんびに、毎回これ押さなきゃいけないというやり方になるんですよね。でなおかつ、ちょっと露出のこのボタンって位置的にちょっとやりにくいところがあるんで、私の場合はこれ全く使ってないっていう感じなんですよね。で、実際私がこう、使う時っていうのはどういう時かっていうと、今やろうとしてる野鳥撮影ですね。野鳥撮影の時に、ここでサブコマンドダイヤルで露出を調整できた方がありがたいんですよね。で、なんでかっていうと、基本的に、今野鳥撮影の時はもう S モードでしか使ってないんですね。で、なんでかっていうと、本当はマニュアルモード使いたいんですけど、マニュアルモードにすると、メインのコマンドダイヤルはシャッタースピードで、サブコマンドダイヤルは絞りにもうなっちゃうんですね。これもなっちゃうんですよ。で、これを変えることができないんですよね。で、ISO に関しては私オートで使ってるので、実際露出を上げ下げすれば ISO も間接的にコントロールできるっていうやり方なので、できれば調整したいのはですね、シャッタースピードと露出なんですよね。で、絞りに関しては基本的にはもう開放で明るい状態でしかも撮らないので、野鳥を撮るときっていうのは結局レンズ自体もね、今100、400って 5.6 なんで、少しあまり明るくない、若干暗いレンズなので、やっぱりもう開放で撮るしか基本的にはないんですよね。それより暗くするってことはまずないので、調整するとしたらシャッタースピードと露出ですよね。シャッタースピードは遮断ブレしない限界のところまでできるだけ明るくしたいと、 F 値が暗いのでね。なのでその場で調整したいものって言ったらシャッタースピードと露出なんですけど、露出をコントロールしようとするとですね、100、400じゃないんですけど、レンズ側のコントロールリングに露出を割り当てるしかないんですよね。直接いじろうと思うと、こういうボタンを押して何かするってじゃなくて、何かコントロールボタン、こういう、コントロールリング的なこのものですよね。ダイヤル的なものに露出を割り当てようとすると、現状、ここのコントロールリングに露出を割り当てるしか手段がないんですよね。こっちとこっちに割り当てるってことはできないんですよ。もうこれカメラの多分標準的な設定として、メインの方はシャッタースピードで、サブコマンドダイヤルはもう絞りっていう風になっちゃってるんですね、これね。で、S モードにすると、メインの方はシャッタースピードを変えれると。で、S モードなので絞りは変えれない。変えることができないんで、ここが露出になるんですよね。で、A モードにするとそれが逆になって、こっちが絞りになって、でシャッタースピードを変えることができないので、代わりにここが露出になるって感じなんですよね。でこれを中の設定で入れ替えるってことができるんですよね。要するに S モードはシャッタースピードこっち、 A モードの時はここが絞りになるっていう、でS モード、A モード、その設定にすると、両方ともこっち側が露出になるっていう設定にできるんですよね。それはできるんですよ。なので、私の場合、今のところ S モードで、こっち側で、メインの方でシャッタースピード。で、
サブコマンドの方で露出を変えるっていう設定で、結局やってるんですよね。だから今のところ私はシャッタースピードは、こっちは S モードでシャッタースピードで、サブコマンドダイヤルに露出という形になって、 S モードで実際野鳥は撮るっていう形に今なってるんです。まあなってるというかしてるんですよね。でやっぱり場合によってはですね、それでも絞りをちょっと絞りたいなっていう場面が、まあなきにしもあらずなんですよね。特に野鳥じゃない時、野鳥撮影してない時ね、そういう時に、例えばマニュアルモードの時に絞りの方を重要視するんじゃなくって露出の方を重要視したい時があるんですよ。要するに絞りの方はもう開放付近でも決めちゃって、例えばこの 105mm 使う時そうなんですよね。絞りは開放の方でも決めちゃって、で露出を例えば上げ下げしたいっていう時で、シャッタースピードはまあできれば手ブレだったり、シャドーブレしないようなところでっていう感じでやりたい時、やっぱどうしても出てくるんですよね。その時にやろうとすると、もうマニュアルモードの場合はメインがシャッタースピード、サブコマンドダイヤルが絞りで、じゃあ露出どこに割り当てるかって言ったら、もうこのコントロールリングしかないんですよね。でこれコントロールリングでやろうとするとですね、これ動きがシームレスなんで、クリック感ないんですよね。これカチカチで動くリングじゃないので、合わせにくいんですよね、なんかね、露出が。なのでこっち側で露出を調整したいんですよね。こっちはクリック感こうカチカチってあるんで、なのでマニュアルモードの時にここの絞りとコントロールリングの露出の設定を入れ替えたいんですよ。それができないんですよね。これニコンのカメラはできないんですよ。でコントロールリングの方は絞りも露出も両方とも割り当てできるんですよね、ところがサブコマンドダイヤルの方は、絞りは設定できるんですけど、露出の方を設定できないんですよね。これがちょっとやりにくいなと思っていて、これがもしねできるようであれば、メインの方シャッタースピード、サブコマンドダイヤル露出で、コントロールリングに絞りっていう風にできればですね、私の場合どのシチュエーションにおいてもその設定でマニュアルモードで全部いけちゃうんですね。撮影できるっていうことになっちゃうんですよ。ところが、それが野鳥撮影の時はちょっとできないので、S モードで、やってるって感じなんですよね。シャッタースピードとサブの方に露出割り当ててやってるって感じなんですよね。でじゃあコントロールリングで回せばいいじゃないかって思うかもしれないんですけど、実際100、400持ってる状態でコントロールリング回すとなると持ち替えないといけないんですよね。これ左手で持ってるやつをちょっと手前に持ち替えてこう回すかってしないとそれできないんですよね。でそういう余裕はさすがに野鳥撮影してるとないので、実際もう野鳥撮影の時はこのリングって回せないような状況なんですよね。ってなると右手で持ってるこっち側の人差し指で露出を変えたいんですよ。っていうことができるようになってくれると嬉しいなって思うんですよね。それがマニュアルモードで、まあもちろんね S モードであれば今のところそれはもう関係なくできてるので、まあ、絞りはあくまでその自動調整って形になっちゃいますけどね、 S モードなんで。まあそれであればね、まあ、一応できなくはないんですけど、これをできればマニュアルモードでできるように、ここのねコントロールリングに設定できているものをサブコマンドダイヤルにも設定できるようにしてほしいなって思うのが今回の動画の話なんですね。はい。実際撮影されてる方ってどうなんですかね。多分昔からカメラね触られてる方ってもうここのボタン、上のこのボタンを押して回すっていうのは多分慣れてしまってるんだと思うんですよね。なのであまりやりにくいなって思う人がもしかしたらいないのかもしれないんですけど、正直ちょっとやりにくいんですよね。で何でしたっけ、露出の簡易設定でしたっけ。簡易設定にしとけばこのボタンを押さなくてもこれ回すだけでもすぐ変わってくれるじゃないですか。 S モードとかの時は、 S モード A モードの時はまあね、その一応やり方には今してるんですけど、これがマニュアルモードになるとここに絞り割り当てられないんでどうしたもんかなみたいな、なんとかできないんかねみたいなのがちょっと今回の話なんですよね。はい。っていうことで、なんかこのコマンドダイヤルって意外とこうなんか割り当てはできるみたいなことを書いてはあるんですけど、オンラインのねマニュアルとか見てもですね書いてはあるんですけど、
肝心なこの絞りとか、露出とかっていうのを自由に変えることができないんですよね。そこがね、もうちょっとなんとかできないかなっていう、なんとかしてほしいなっていうところなんですよね。これまあ見た感じ Z9 の方もこれできないみたいなんで、マニュアル見たんですけどできないようなので、まあ今のところ Z のねカメラに関しては全部できないんじゃないかと思うんですけど、これをまあなんとかしてほしいなと、はい、いうところですね。はい、まあ、なんか裏技あんのかな、まあ、ちょっとマニュアル見たりとか設定ちょっと見てる感じだとそれをやり方がないと思うんで多分できないと思うんですけどね。はい、ぜひニコンさん何とかしていただければなと、はい、思います。ということで今回の動画は終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。